にアロイキャラがどうして、あの同級生もことぶき会社ガマの会社上場でゴペカロシーなんでストーそれじゃもうあの部署公開アンパイっていうかなんでそんなにうまくいくのよ、あもうめちゃ悔しいわ、冷静を装ってても実は負けず嫌いでして、そういう噂聞いちゃうかも、聞いてなるとはいえ焦ったりしょうがない、地道にコツコツやろうじゃない、お総裁の成功者だけどさって自分に言ってみる、でも何かやりきれない、海外に響いて活躍してる、あのモデルと実は同い年だった、なんでそういろんな意味でこの差は一体何、ああこうなったらもう今日何かけて特許取得しちゃうとか、詳細公開後のここからくじけたとか、なんだって逃げるそうな今日をいただいてないっすか、っていうかそもそも実力のうちあもうめちゃ悔しいわ、チャンス掴むも逃すも結局自分次第でして、でも先越されたと分かるとあーってなる、悔しくて過剰いでことができるってことはまだまだ地球
ことが好き。そういうあなたの歌声を黙って聞くのが大好き。私が得意なあなたの似顔絵、みんなに自慢する、あなたが大好き。腑に落ちないこと言葉尽くして受け止め合うな。広がるピースオブピース。